アット横浜公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生まれも育ちも神奈川県横浜大好きな女優の丸里央奈です。魅力あふれる横浜の情報をリポートするハマリポ。ハマリポでは横浜の新しいスポットや美味しいグルメなど、横浜に行くのが初めての人にも行ってみたい、食べてみたいって思ってもらえるような情報をたくさんリポートしていきます。というわけで今日は横浜元町ショッピングストリートにあるアメリカンカジュアルショップベースアンさんに来ています。外観だけ見てもワクワクしてきますね。とても楽しみです。そしていつものようにここまではお出かけアプリマイルートを使ってきました。マイルートは気になるスポットをお出かけメモにいつでも登録できて見ることができるので、とっても便利ですよ。それでは早速お邪魔したいと思います。ベースアンさんは1986年横浜元町にオープンしたメンズレディースのアメリカンカジュアルショップです。インポート商品を中心にオリジナル商品も多数あるということなので、今日は見学させていただきたいと思います。入るとこんな感じです。商品もたくさんあって可愛い。私もよくここに伺わせてもらうのでとても嬉しいです。普段私は実はカジュアルな服も多いので、ここは大好きなお店です。じゃあ見ていきたいと思います。いやー可愛いですね。あ、この赤のバッグ可愛い。ベースワンって書いてあります。めっちゃ可愛い。帽子かわいい。パグかわいいです。後ほどなんか、ね、かぶりたいと思います。かわいい。やっぱ欲しくなっちゃいますね。はい、店長の石井雄吉さんです。こんにちは。こんにちは。お店の紹介などお願いします。はい、ベースワンは1986年にオープンしたアメリカンカジュアルショップです。で、オリジナルの商品や、インポートの雑貨や洋服、本当自分が好きなものを何でもちょっと取り揃えているお店になります。とても素敵ですよね。ところで雄吉さん、はい、今日は元町コーデで元町っ子に私を変身させてくれると聞いたんですが、はい、今日は丸さんを元町っ子コーデで変身させちゃいます。あ、やった、嬉しい。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ただこの辺がそう、はい、全部うちの 長袖のコーナーで、でこの辺は多分さっき見た オリジナル、はい、この辺とかもそうなんですね。かわいい。でこの辺もあの広げると、こっちはちょっと長袖なんですけど、こういう、これちょっと T シャツ持ってます。はい、ね、はい、白かけてるんです、ね、はい、もちろん覚えてます。はい、あとはもう本当こういうちょっとうちは雑貨で、はい、こういう可愛らしいエプロンとか。エプロン、はい、かわいい。で今こう男性もこう DIY とか、うん、本当にガーデニングとか、結構今キッチンだけじゃなくて、はい、もうキャンプとかも流行ってるんで、もうなんかエプロンも結構こういう可愛いおしゃれな、はい、エプロンカラーもつけるもの、はい、全てがおしゃれっていいですね。であとはこの辺が一応ベースアンのオリジナルで、はい、パグが一応オリジナルのキャラクターになってるんですよね。はい、でこういうちょっとこう寝てるのと、うんうんうん、あとはこう伏せしてるタイプ、はい、があって、どれも本当に人気なんですよね。かわいい。迷っちゃう。はい、ちょっと今日はこれどちらかなんか被っていただきたいなと思って、はい、それでちょっとコーディネートしていきましょう。はい、はい、ぜひ。あとは上は、まあ、この辺もいっぱいいろいろあるんですけど、はい、ちょっとこう春っぽく、うん、とこのオリジナルになるんですけど、はい、水色とピンクで、はい、かわいいですね。はい、オリジナルのパーカーで、はい、こういう感じで元町ベースワン横浜では書いてあるんですけど、ちょっとこれを丸さんに今日は、はい、着て元町っ子コーデ行きましょう。楽しみです、はい、着替えていきます。はい、じゃーん、変身しました。どうですか、私元町っ子になってますか。はい、とっても可愛いです。ありがとうございます。はい、選んでいただきました。はい、今回多分丸さんがもともと北丸さんのスカートを履いてきていただいているので、それをベースにあのうちのオリジナルのパーカーとキャップ、今回あのちょっと春っぽくあの福蔵さんの辰野敏子の福蔵さんの
あのマフラーをちょっとお借りして、はい、ちょっとコーディネートしてみました。めっちゃ可愛いです。私大好きなんですけど、ピンクと水色が本当に春らしくて可愛いですね、はい、もうなんかこれで一応あの多分丸さんの分かんないかもしれないけど、はい、浜トラファッションが昔流行ったんで、それを今現代風に、はい、まあ、丸さんにちょっと体現してもらいました今回は。はい、嬉しい。これでもう元町っ子になれました。嬉しい。これカジュアルだけど可愛さもあって、はい、あれですね、本当に今時って感じですね。多分いつもの丸さんと多分雰囲気が多分違うんで、はい、すごい可愛くてお似合いだと思います。ありがとうございます。皆さんどうですか。はい、ありがとうございました、はい、今日は元町ショッピングストリートにあるアメリカンカジュアルショップベースワンさんに伺いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していきます。次はどこを紹介するのか本当に楽しみです。お出かけアプリマイルートではこの動画に加えて目的地の設定や旅のスケジューリングなどもできますので、ぜひご利用ください。これからも横浜の情報をたくさんリポートしていきますので、アット横浜公式チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それではまたハマリポでお会いしましょう。お楽しみに。